この間西選手とこうダブルスで試合出たんですけど、まあ西選手がほとんど決めましたけど、決めるし点取るしみたいな感じだったんですけど、西選手はどっちかって言ったら19そこそこ打つんですけど、20が合わないから19打ってるって感じだったんですよね。アレンジとして全然使い切れてなかったんで、でもスイッチして1957バンバン入れてくるんですけど、やっぱアレンジがちょっとしにくいから、波数だからどうしても60狙いでいくんですけど、いや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 、あなた19の方が合ってるよ。まあ西哲平背もあんまり高くないんで、19全然合ってるのに19全然その使わないんですよ。たまに狙いにくいから19使うってパターンなんですけど、アレンジでもっとね19使うようになったら、もうめちゃめちゃもうやりやすくなるし、アベレージ絶対上がります。 K さんは神奈川じゃなくて静岡です。これはですね、これは大会の会場ですよね。大会の会場なんですよ。だから 0R っていうのはこのカウントアップしたところが 0R で、この試合会場は神奈川県、そういうことですよね。さあ小泉選手先行のゲームスタート。来ました、今日初20。そして今日もレッドブル1ケースプレゼントします。最初にレッドブルフィニッシュした選手に、さあ131から301から、いやいいですね、本当小泉選手いいんですよね、うまいですよ。さあ19にスイッチしてきます。236から、さあうまいね、176から156から上がり目出してきます。100取って136残り、336から、さあ295残り対して136残り、116から、さあ116から60入ってきましたね。56残り、16アレンジ、しっかりアレンジしてきます。295から、100取って195、40残り小泉圭選手。20シングルから10ダブル、内に入れて5ダブル決まらず、195残り、ここ2019オール19でもいいんですけどね、20からで175で5入って170残り、12まで5ダブル、内に入れてアレンジからの2ダブル決まらず、143。これ19からいってほしかったですね、こういう数字。さあトリプル捉えて44、 2ダブル、決まった。いや本当にですね、それとやっぱ20がね辛い人もいるんですよ、やっぱりどうしてもちょっとね体のちょっとこうバランスとかがですね少し悪い人ってやっぱりいるんですよね。であえてですね正面の数字を狙わないことによっていい場合がやっぱあるらしいし、あるんですよね。さあ95取って406、100取って401から小林選手、そういう選手って絶対19狙うとね良くなると思うんですよね、力まなくていいし。さあ41から406からですね、386から15打って371から351残り360から。340から300残り351から。331から311から。さあトリプル捉えて251、ナイスアレンジですね、いいですね小泉選手。280から260からサイドで245、さあ251残り、100取って151。あとサイドですね、これでトリプル絡まないといけないですね。245残り230から210から190残り183残り。178から173から。うわー、ここはロースコアで逆に小林選手チャンスですね。1に抜いたんですか。ここは3本目18でしょう。3本目18って170残り。冷静にいってほしいですよね、こういうところ。さあ113から19に行く、そして94残り。だから本当に数字をねやっぱりしっかり確認して打っていってほしいですね。さあ94残り、ブル18、18から、そして76を20、そして16で20ダブル180、20、18、19もありますよね、16もある。さあ103から83から17、66残り。決まった、小泉選手24ダーツブレイクで2回戦進出。